まず前回の名古屋ですけれども、はい、そうですね、まあとりあえず決勝は乗れたんですけど、やっぱ結果が良くなかったので、今回も集中して気持ち切り替えて頑張りたいと思います。初めての決勝戦ってのはいかがですか？まあそうですね、嬉しかったです。加瀬さんがいると思いますけども、はい、そのあたりはいかがですか？思い切って頑張ります。いや、最後に意気込みお願いします。デビュー戦から決勝でいい結果を残せていないので、今回でちゃんと結果を出せるように頑張ります。よろしくお願いします。2回戦のデビュー戦と当たったんですけれども、うん、まあ、何もできずに終わって、本当に今一つな競争だったんですけど、はい、3週間ぐらいいたんで、まあ、練習もしてきて若干疲れ気味なぐらいで入ってきた感じですけど、まあ、結果残していきたいなっていうのが本音ですね。はい、2期生との対戦 の、 この感想というのはいかがですか？やっぱり性格とか客室とか分からないものと走るのは本当にやりづらいものがありましたけど、はい、でも力さえあれば動けるので、はい、本当に練習あるのみかなと思ってますけど、走ってみないと本当にいつも何とも言えないんですけどね、はい、今の持てる精一杯のものを出し切れるようなレースをしたいなと思ってます。前回の競争を振り返っていただきたいんですけども、まあ、決勝戦初めて進出しまして、いかがでしたか？そうです、決勝はちょっと、まあ、行ったんですけど全然前出ることできなくて、まあ、全然ダメやったんで、次は頑張って走りたいです。そうですね、まあ、妹で練習してて、そう、学校にいた時よりちょっとずつ、まあ、自分でも、まあ、学校にいた時よりは力をつけてると思うので、まあ、しっかり練習してもっともっと強くなれるように頑張りたいです。ご自身の持ち味ってどこにあるか？持ち味ですか？そうですね、まあ、地足タイプなのでしっかり粘って走れるように頑張りたいです。まあ、今回和歌山競輪場、もちろん地元地区の会社だと思いますけれども、そのあたりはいかがですか？そうですね、緊張してます。でも、まあ、しっかり予想通りこう力出し切れるように頑張って一戦一戦走りたいです。最後に意気込みをお願いします。一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。まず前回の地元戦ですけども、はい、感想はいかがですか？感想は一瞬乗れなかったのは悔しかったんですけど、まあ、最終日に初めて弱だったんですけど、それが嬉しかったです。でもやっぱりまあ決勝前に乗りたかったっていう気持ちはあったと思うんですけども、はいはい、いや、なんかすごく失敗したなって悔しいなって思いしたので、まあ、勉強になったと思ってまた次に行かせるように頑張ります。で、終わってからここまであまりこう間がありませんでしたけども、はいはい、どういった調整を？まあ、終わってすぐ次の日乗ってしっかり乗って、まあ、昨日とかは休んでいたので、まあ、大丈夫です、はい。まあ、初ガールズなんですよね、和歌山が。なので、まあ、面白いなってお客さんに思ってもらって、またあの開催していただけるね、頑張ります、はい。最後に意気込みをお願いします。まあ、あの強い人ばかりだと思うんですけど、まあ、自分が決勝に乗るつもりで、はい、走りますので、応援よろしくお願いします。まず前回の計画振り返っていただきたいんですけども、はい、計画は2期生のデビュー戦でもあって、2期生も梶田さんと石井さん、本当に力のある私、1期生も力のあるメンバーの中で2着2着で予選通過できたのも力が安定してきたかなと思うんですけど、決勝戦はもうみんながすごい力のある中で競争だったので、ちょっと失敗というか、
力出し切れず終わってしまったので、成績はでも安定してきてるかなという実感はあります。ここはあの地元地区の会社だと思うんですけども、そのあたりはいかがですか。そうですね、和歌山競輪場さんは和歌山所属の女子がまだいないので、本当にイベントをすごい呼んでいただいて、お客様も地元の選手を応援するような感覚でいつも温かい声援いただいているバンクですので、やっぱり和歌山っていうよりもやっぱ近畿はどの城に行っても地元だと私は思っているので、やっぱ地元っていう意識を持って走りたいなと思います。じゃあ最後に意気込みをお願いします。和歌山で初めてのガールズが開催されます。ガールズ14人一生懸命走りますので、ぜひ本庄に来て応援してください。よろしくお願いします。今回は躊躇せずにジャンから自分から仕掛けていきたいと思います。やっぱこう出し切れてないっていう気持ちが結構強かったんです。そうですね、皿足のまま足を使わないまま終わってしまったので、まあ、今回は自分の力を使ったレースができるといいです。躊躇せずに積極的にレースに取り組みますので、応援よろしくお願いします。前回の静岡はかなりすごいレースだったなと思うんですけど、はい、ご自身ではいかがですか。今までなく冷静に走れたかなと思います。決勝戦は本当にあと一歩ってところまで追い詰めたと思うんですけど、そうですね、あそこが、はい、もうちょっとってところなので、あそこは、はい、もっと今度はさせるように頑張ります。今の課題ですか。そうですね、勝ち切るようにレースで、はい、あと冷静に走るってところです。じゃあ最後に意気込みお願いします。はい、自分の力を出し切るようなレースをします。応援よろしくお願いします。静岡で完全優勝できたんで、和歌山完全優勝頑張ります、はい。前回からここまでというのは練習内容とかどういったことを。そうですね、まあ、リクトレしたりいろいろしてきました。仕上がり的にはいかがですか。仕上がり的には昨日焼肉食ったんで大丈夫です。結構食べたんです。記憶にないです。でも白井の方が食べてました。まあ、今回このガールズ和歌山で初めてということですけども、はい、そのあたりはいかがですか。そうですね、まあ、成功者さんも支部長さんもすごい力入れてくださって、メディアにもすごい流れてたので、まあ、みんなで盛り上げて熱いレースを繰り広げたいと思います。じゃあ最後に意気込みお願いします。頑張ります。応援よろしくお願いします。でまあ復帰されて3節目でこう前回決勝まで行きましたけども、ね、7着だったので、まあ、今回も頑張って決勝に上がって優勝まで、はい、頑張ります。2回戦と初めて当たるんで、2回戦と一緒にレースするのが初めてなんで、2回戦は結構動くし、それに負けないので自分も前々で戦ってみたいです。結構レースは見たりしましたか。見ました。やっぱちょっと強いなとかそういう印象はありました。なんかみんな動くなみたいな。じゃあ最後にあのカメラにあの意気込みお願いします。頑張ります。まず前回振り返っていただきたいんですけども、はい、はい、まあ、前回は負け戦だったんですけど、まあ1着取れて良かったです。結構いい内容の1着でしたよね。そうですかね、まあ、ちょっと踏み遅れるところをなんとか合わせて前に出れて、そのまままあ行けたので良かったです。開催中結構ギアをこう下げたりとかいろいろされてましたけども。そうですね、結構いろいろ試してどのギアがあるかもまだ決まってないので、まあいろいろ試してます最中、はい。前走は決勝上がることできなかったので、まずは決勝に上がることですね、はい、それを目指して頑張ります。
つもの自分あの2期生と初めて当たったんですけれども、いつも通り自分の競争ができたと思います。初対戦でもいろいろ分かんない部分もあったと思いますけど、そうですね、分かんないですけれども、様子見るよりは前々勝負していったのが良かったと思います。感想としてはいかがですか、2期生。そうですね、あのやっぱり自分で動こうとしている選手がたくさんいて、それで強いですね。もちろんここは地元地区の開催なので、ちょっと気持ちも入っていると思いますけども、はい、この辺りはいかがですか。いや、あのそうですね、あの決勝行きたいですけど、まず焦ることよりも落ち着いてレースの流れとかを見たいです。最後に意気込みをお願いします。優勝目指します、頑張ります。そうですね、まあ、初日2日目とは、まあ、うまく走れたなと思ってます。でも決勝がちょっと不甲斐ない走りだったので、まあ、今回もし決勝流れたらしっかり着狙って走りたいです。でここに向けて本当に間はなかったと思いますけども、はい、どういった調整をされてきましたか。そうですね、もう本当に中2日っていう短い期間だったので、まあ、疲れを取ることだけに集中してきました。やっぱちょっと地元戦だったからちょっとホッとした部分というか。そうですね、ホッとしました。でもすごい、まあそうですね、ホッとしました。はい、うわーもう大好きな感じと思ったらもうかなちゃん受けた。はい、で今回は和歌山初めてのガールズ芸人ということですけども、はい、そのあたりはどうですかね。そうですね、まあ、初めてのバンクなんですけど、はい、楽しんで走りたいです、はい、今回もやっぱり決勝はまずは。そうですね、まあ、メンバーが結構強いメンバーなので、まあ、油断せずに頑張りたいです。じゃ最後に意気込みお願いします。はい、まずは決勝に乗って、で決勝に上がってれば優勝を目指します。よろしくお願いします。前回はそうですね、初日が あんまり走りができなかったので、それをその端に走って、まあ、2日目は流れ見て走れたかなっては思います。まあ、この間も松山の、まあ、2日目と比べば、そうですね、2日目はまあシャワーも一番まあ、でも調子的にはじゃあ前回とは変わらずというか。そうですね、まあ、今日の指定練習の感じですけど、多分、はい、感じ的には、はい、松山の流れでいけるかなと。じゃあ最後に意気込みお願いします。はい、松山では初日がちょっと良くなかったんで、今回はちょっと初日からしっかり着を取れるようにして、はい、で、2日目につなげて、まあ、3日目今度は決勝に乗れるようになります。前回は初日しか車検に貢献できず、ちょっと申し訳なかったと思ってます。じゃあ前回の反省点としてはどのあたりが。そうですね、ちょっと駆け出しと反応が鈍いので、そこを今回はギアも下げて、まあ、今回初日一番下だったので、はい、前のレッドレインに行きたいと思います。はい、前回からあまり間がありませんけども、ここまでの過ごされ方は。そうですね、マッサージ受けたり、まあ、イベントがあってあんま乗ってないんですけど、まあ、うまく調整して、はい、来れたかと思います。今回初めての和歌山のガールズ競輪ですけども、はい、そのあたりというのはいかがですか。そうですね、和歌山初めてなので、女子が華麗に走るところと、女子でも迫力のあるレースを競輪の知らないお客様にたくさん見ていただきたいなと思っていますので、たくさんのご来場をお待ちしています。今回も、見せ場が作れるように、はい、思い切ったレースを応援よろしくお願いします。